こんにちは、元オリンピック日本代表の森高弘です。本日もアスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日はですね、バタフライから背泳ぎのターンのコツをご紹介させていただきます。このバタフライから背泳ぎは個人メドレーの中でやっぱすごくどの種目も大事なんですが、特にこうバタフライから背泳ぎっていうのはやっぱりこう全然違う動きになる動作なので、イメージで言うと自転車をバタフライは自転車を普通に漕いでて、グッと漕いでて、急に背泳ぎになった瞬間にバックするようなイメージなので全然使い方が変わってきます。ですのでこのターンをするときにイメージしてほしいのは、まず、ターン前にこのバタフライのスピードを落とさないようにすることがすごく大事になってきます。これですね、ターンだけ見るとできるんですけど、この例えば 100m 個人メドレーの場合 25m 手前の残り 5m、200だったら 45m 手前ですね、だったりということで、意外とこの手前で、バタフライのスピードが減速してしまうような形を作ってしまうと、背泳ぎになった時に勢いがないので、うまく背泳ぎにリズムが取れないです。ですのでまずバタフライのところでリズムを上げていって、そして、ターンをしてあげるってところを大事にしてください。でできるだけこうタッチするまでバンってこう力強くタッチするようにしてあげると背泳ぎにつながってきますので、そしてこう背泳ぎに入った時にすぐ浮き上がってこないように、しっかりとストリームラインを作ってバサロを打ってあげるっていう形ですので、できるだけこうバタフライにちょっとしっかりイメージを持ってターンしてもらえると、この個人メドレーっていうのはスムーズにいきやすいので、ぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。今日の動画を見て、皆様の泳ぎがさらに、良くなっていくと思います。でもしわからないことがありましたら、こちらの方にですね、コメントいただけましたら、僕の方が見てですね、ちゃんとコメント返しますので、ぜひわからないことはそのままにするんじゃなくて、わからないことはすぐ聞いて、そして自分のものに、していただけたらと思います。はい、では、また森塾ですね、どんどんこれから配信していきますので、ぜひ、森塾をよろしくお願いします。ありがとうございました。